を奪い返しました。日本サーブ権を奪い返しました。これが6回目のマッチポイントでやります。宮本サーブ、あ、オーバーネット、ストレート、オーバーネット、日本勝ちました。マジは冗談で言って笑ってました。でも人のできないことをやり遂げる人を魔女と言いますって聞いて、寝る時間が3時間とか4時間ぐらいしか寝れない。どんなにヘロヘロでも動けなくてもパッと、今思いはね、なんであんなことしたんだろうねって、もうやめたいなと思ったこともありましたけど、でもそれはできなかった。世界一になるにはどこもやってないことをやらなきゃいけない。俺を信じてついてこいって言ったんですよ。日本勝ちました。ベンチ飛び上がって喜んでいます。大松監督に拍手を求めています。選手、ベンチの選手、そして戦いましての国の選手。